皆さん、こんにちは。今日は今が旬のムール貝を使ったわかめスープをご紹介したいと思います。乾燥わかめを水で戻します。20分ほどつけて水洗いした後、水気を切って5センチ台にカットしておきます。カットわかめを使う場合は指定通りの時間で戻します。ムール貝の下処理をします。ムール貝は鋭角に尖った形をしているので、手を切らないようにグローブをつけて扱った方がいいと思います。表面の汚れを取るために粒の粗い塩を加えてこすり合わせます。粒の粗い塩がなければ、たわしを使って貝の表面をきれいにします。1分ほどよーくこすり合わせたら、3、4回水を変えながらきれいに洗います。側紙は蝶子貝と反対側に引っ張りながら取り除きます。側紙を取り除くと鮮度が一気に落ちるので、調理する直前に処理します。ムール貝を使って出汁を取ります。鍋にごま油、ざるにあげて水気を切ったムール貝を加えて30秒ほど炒めます。火は中火から強火で調整します。30秒ほど炒めたら、臭みを取るための酒と水を 500ml 加えて蓋をします。沸騰したら3分ほど煮て、貝とスープに分けてから身を取り出します。ここで煮すぎるとムール貝の身が固くなってしまうので、貝がパカッと開くタイミングで火から下ろします。わかめを炒めます。鍋にごま油、わかめを加えます。2分ほど炒めてわかめの水分が飛んだら、ここにグッカンジャン、汁醤油を加えてひと混ぜします。グッカンジャンがなければ薄口醤油で代用します。ここにムール貝で取った出汁と水1リットルを加えて15分煮ます。カットわかめを使う場合は煮る時間を短くします。15分煮たらムール貝の身を加えます。味を見て、もし薄いようであれば塩で味を調整して、5分ほど煮れば出来上がりです。ではいただきます。すでに磯の香り。スープいきましょう。ムール貝の出汁最強かも。ムール貝の身も柔らかい。ムール貝って収穫する時期や場所によっては毒性があるみたいで、
韓国でもマートやスーパーに並ぶのは旬のこの寒い時期なんですね。たくさん出回るこの時期は価格も安くて、1キロがだいたい400円ぐらいです。私長女を産んだ後、韓国のジョリオンに2週間いたんですけれども、よく聞く話ですが、産後はやっぱり毎日3食わかめスープが出たんです。その時初めてこのムール貝のわかめスープを食べて、その美味しさに癒された感覚、今でも忘れないんです。とにかくムール貝の出汁、濃厚で旨味たっぷりですよ。Thank you.